授業を始めるぞ。誰だこの落書きを書いたのは。大学での授業についてみんなはどんなイメージがあるかな。実は授業の特徴は大学ごとに違っているんだ。受験生の段階で特徴を理解すれば普段の勉強へのモチベーションになるのはもちろん、AO や推薦入試の面接でも有利になること間違いなし。今回は東京大学に通っている先輩をお呼びして、東大にはどんな授業がありどんなことを勉強しているのか聞いてみよう。はい、じゃあ今回は、東京大学の授業の中身について詳しく聞いていきたいと思います。はい、じゃあ今日は東大生2人にお越しいただきました。自己紹介をお願いします。東京大学理科一類2年の中山由紀です。東京大学教養学部4年の豊本慶太郎です。よろしくお願いします。では、東京大学で開講される授業の特徴を教えてください。じゃあまず僕から紹介するんですけれども、はい、まあ、基本的に大学っていうものは同じなんですけど、東京大学は少し変わっていて、一つの授業が105分なんですよ。普通の大学は90分じゃないですか。で、普通の大学は15回あるのに対して、東京大学は全部で13回授業があります。で、基本的に1週間に少ない人だと5つぐらいしか授業ないんですけれども、すっごい忙しい人だと20個ぐらい授業があって、うん、人によって忙しさはバラバラですね。教室の規模とかで言っても、少ない教室だと20人とか、まあ、10人とか5人とか、僕4人の授業も受けてるんですけど、うん、多いところだと300人とか400人とかもあるみたいで、その規模も結構バラバラですね。なるほど。じゃあちょっと長くて回数が少ないっていうのが特徴ですね。それで東大の授業は前半の2年生までと後半の3、4年生で大きく分かれていて、前半の2年生の夏までは教養課程の授業を受けて、で2年の夏で学科が決まって、その後は進んだ専門の各分野の勉強をどんどんやるというふうになってます。じゃあ東大では、1、2年生の間は特定の学部っていうのには所属せず、で3、4年生から、これ成績順なんですかね、なんか希望の学部に行けるかどうかっていうのは。そうですね、新振りっていうものが東大ではあるんですけれども、うんうん、2年生の夏学期までが終わった時の平均点を使って行きたい学科に成績順で入るっていうシステム。例えばなんか文学部のこの学部に入りたいと思ったら、その学部に入りたい人がみんなそこにエントリーするんですよ。その中の上位何人とかが第一段階取られてるみたいな。で、第二段階は第一段階で落ちた人の中からもう一回同じことして上から何人みたいな感じで、完全に成績が良ければどこでも行けるってわけじゃないんですけれども、それぞれの行きたい学科によって成績順で上から取られていくというシステムです。それは1、2年生の成績でってことですね。はい、そうです。なんか1、2年生のその教養課程で聞いた話によると、その外国語の授業が盛んっていうことなんですけど、そうなんですよ。具体的にこうなんかどれぐらい勉強するんですか？まず東京大学っては必ず1年生がみんな第二外国語っていうのを取らないといけないじゃないですか。ちなみに何語ですか？僕スペイン語でした。友さん何語でした？僕中国語。中国語。言語によって差は別にないんですけれども、うんうん、例えば、まあ、文系だとですね、最初1週間に2時間ぐらいの授業が4回必修、はい、それぐらいあってすごい多いんですよ。で、まあ、他にもこの外国語中国語を例えば1週間に4回やってる傍らで英語の必修もありまして、その英語の授業も週に2回とか3回とかあったりして、外国語は本当正直外国語大学並みに 1,2、うん、年生は東大では勉強してるのかなっていうイメージですね。やっぱ結構たくさん勉強するんですね。はい。中身についてはどんな感じになってるんですか？中身については理系の場合は普通に教科書が一冊ありまして、その教科書に沿って高校までの英語の授業と同じような感じで文章を読んで単語を覚えて単語テストをしたりみたいな普通の授業が、で文系の場合は演習の授業があるんです。そうなんですよ。理系に加えて文系ではさらに一冊教科書が追加されてですね、その中に特に中国語だともう単語のリストが今までの教科書の3倍ぐらい毎週あって、僕らピンクの教科書だったんですけど、このピンクの教科書はマジでやばくて、毎週90個単語載ってるんですよ。90個ですか？はい。少ない週だと60個で、多いと120とかで、だいたい今90ぐらいで、それに加えて普通の教科書で30個ぐらいあって、毎週いくつ単語を覚えさせるのみたいなレベルで叩き込まれますね。東大は入ってからも勉強しなさいと。外国語に関しては特にそうです。あとは理系とはいえやっぱり英語は結構たくさん勉強するんですね。そうですね、理系も英語の必修の授業が必ず必修で3コマありまして、うんうん、でじゃあスペイン語と合わせると実は理科と数学を合わせたコマと同じだけあるんですね。スペイン語と英語も合わせて5コマあるので、でその英語の授業の中でも特に英語の論文を書くアレスっていう授業があるんですけど、それが特に厳しい授業で、うん、その日本語の通じない本当にネイティブの英語の先生と少人数で論文を出して添削をもらってまた書き直して出してっていうのをずっと繰り返すっていう授業があって、はい、であまりにきつすぎて真面目にやってたのにその負荷って言って
もう一回受けなきゃいけないってなってしまった生徒が、はいはい、備品で窓ガラスを割ってしまうっていう、ありまして、そうそう、もう本当に追い詰められたんです。でもあの授業もう一回やってな、僕も多分割っちゃうと思います、窓ガラス。そうなんです。そこで東京大学の特に前期課程の学生の中で、あまりにもアレスがきつすぎて窓を割った人がいるってことで有名になって、はい、大きい四角二つ書いて、うん、左下にバッテン。要するに四角バッテンなんですけど、うん、これを見た東大の学生は、あ、1号館のこの教室で窓を割った事件のことを言ってるんだなって分かるぐらい有名になって、なるほど、これは東大生誰に聞いても分かる。あの東大生にこの四角2つとバッテンがあるこの写真をパッとこうやって見せられたら、3、4年生ぐらいとかになると、あ、これはアレスで窓割った事件の話だなって分かるぐらいには有名になりました。だからそれ以外になんか一般教養で面白い授業とかってありました？僕の場合だとですね、高校の時と違ってすごい珍しい授業があるんですけど、はい、それがですね、高校の世界史の教科書を作っている先生の授業なんですよ。やっぱり高校までって、まあ、先生が本出してることってまずないじゃないですか。なんですけど、僕が受けたこの国際関係の授業では、まあ、中国の話だったんですけれども、先生が教科書作りの秘話みたいな話をしてくれるんですよ。先生はなので高校生の世界史の学習内容をすごい理解してて、皆さんこういう風に習ったと思うんですけど、これ50年前の学説ですからねとか言われたり、皆さんお疲れ様です、一生懸命覚えたかもしれないんですけどね、全部嘘ですとかって言われるんですよ。あんなにいっぱい勉強させて試験までしておいて全部忘れてくださいって言われるのはやっぱ新鮮で、大学ならではだというか、まあ、東大だからこそ受けられる授業なのかなっていう風に思いました。中山さんなんかあります？教養課程。僕は今理系で教養課程に通ってるんですけども、理系も文系の授業をどれでも取ることができて、その中でも経済のオムニパスの授業がありまして、で経済のオムニパスの授業は毎週先生が変わるんですね。経済学にもいろいろな分野があると思うんですけど、ミクロ経済学だったりとか、その辺の一つ一つの分野の最先端の教授の方が毎週登壇していらして、でそれについてレポート書くっていう授業があって、で僕は理系として入ったんですけれども、文系の経済にも興味があったので、そういう授業が受けられてすごく面白いなと思いました。理系だからって言って、まあ、文系の授業も 1,2 年生の間だけは受けれると。後期に入ってでも選択することはできるんですけれども、うん、やっぱり前期は特に門戸が広いというか、入門的な講義がたくさんあるので、文系でも理系を、理系でも文系をっていうこの授業の履修の仕方が比較的しやすくなってます、ね。 1,2 年生の間にいろんな学問分野に触れて、で自分のこう専攻を決めていくっていう感じですね、はい、そうです。3年生以降なんですけど、専門課程ではどんな勉強をしますか？専門課程になると、それぞれの学部、学科、コースによってそれぞれの経路があって全然違うんですけれども、例えば僕がいる教養学部、教養学科、地域文化研究コースってところでは、大体授業の人数が10人ぐらいで、少なかったら5人とかで、毎回論文を、まあ、読まされて、その担当者がその論文の内容について先生の隣で30分ぐらいレジュメ作って発表するんですよ。だから教授がここにいて、教授の隣にこうやって座って、教授に A4 2枚ぐらいの紙をこうやって渡して、英語で書かれた40ページ分ぐらいの論文の用紙について30分一人で説明するんですよ。でそれが終わったら先生の質問タイムが始まるんですよ。これがもう強烈で、いや怖いですね。 それ先生やっぱ専門だし、その道のプロだからもう全部知ってるのに、これってどういうことなんですか、これってどうなんですか、筆者はどのように主張してますかとかってすごい聞いてきて、これ答えられなかったら空気がピリつくっていう、そういう感じの発表中心、問答法じゃないですけど、先生が質問してそれに返してディスカッションっていう感じの授業が特に文系では多い。それは窓ガラス割った人はいないですか？これはですね、窓ガラス割った人はいないんですけれども、きつすぎて途中で来なくなる人がめっちゃ多いんですよ。順番すっぽかすやつとかもいて、例えばじゃあ来週この論文誰々さんよろしくって言ったのに、あまりにもその前の過程で人が死にすぎてて怖いってことで来なくなる人とかもいます。そしたら代わりの人が発表して2回生の人が生まれるんですけど、それぞれの学部によってこれぐらいハードな授業はあるんですけれども、例えば国際関係論コースっていうところになると、もうそういう授業ばっかりで、どこかしら手は手を抜かないといけないけど、その手を抜いてるってバレてしまったら詰められるので、それいかに上手に全体的な知識を入れてちょっとの労力で参加するかみたいなところも重要になります。3年生からは、3年生4年生は専門課程っていう話なんですけど、はいはい、専門課程ってどんなところなの？僕は文系なので文系について話しますと、まあ、学部によっても違いますね。例えば法学部とか経済学部っていうところは非常に人数も多いので、もう大教室で先生が一人で喋ってそれを聞くっていうスタイルなんですけど、僕がいる教養学部っていうところは、まあ、少人数ってところが売りの授業で、教授一人に対して学生が5人から10人ぐらいのすごい規模の小さい授業っていうものが多いですね。じゃあ理系は具体的にどんな勉強をしますか？理系は教養学部で学んだ数学理科をもとに、学科ごとの特に専攻する分野、例えば工学部であれば機械工学の力学であったりとか、そういうものをやるんですけれども、基本的に午前中に座学をやって午後に実験演習をやることが多いです。僕は機械学科を今志望しているんですけれども、はい、機械学科の場合は午前中に
授業をやった後に午後に実際に機械を自分でデザインして作ってるという授業があります。どういう風な授業かというと、まず予算が決まっていて、その予算の中で教授から面白いものを作ってくださいっていう、大喜利じゃないそれ、めっちゃ大喜利みたいな。でも各自が面白いと思うものを自分で考えて、そのチームでやるんですけどね、 2,3 人でやるんですけど、 2,3 人で考えて、で材料を実際にその予算の中で買ってきて、で実際にそれを加工して組み立てて、で最終的に発表会をやるっていう授業があるんです。先輩でなんかこんなの作ったとかっていう話はあります？例えばブランコあるじゃないですか。ブランコで懸垂台みたいなやつ、ね、あれで懸垂台を大車輪みたいにぐるぐる回り続けるっていうロボットを、それは面白いのかなこういう風にしてぐるんぐる回り続けるみたいなやつで、なんか設定でその回転スピードを変えられるとかちょっとした小技が入ってるちょっと早く回したいな、ちょっと早く回したいなって。でも結構受けてる、その発表会の動画とかを見せてもらったんですけど、すごいみんな盛り上がって、学生それぞれが面白いと思うものを作ってる。他にはどんな授業ありましたか？他にはですね、これ教育課程の話になるんですけれども、僕が受けた授業では環境デザインの授業で、実際に駒場キャンパスの中を歩いて、で駒場キャンパスの中に例えば展示ブロックであったりとか段差であったりとか、バリアフリーの観点から見て問題であるところを探して、それについてまとめて考察するっていう授業がありました。高校までと違うのは、やっぱり大学のキャンパスを実際に歩いて、高校までの授業ってどちらかというと教室の中で先生から座学を受けるっていうのがメインだったと思うんですけども、うん、東大のその授業では自分で課題を見つけて取り組むっていうところが高校とは違う面白いところなのかなと、うん、他にもそういう授業はありまして、まあ、キャンパス内でやるような授業もあるんですけれども、例えば伊豆ゼミって言われてる授業もありまして、長期休みとかそういう時間を使って行われる授業で、みんなで、まあ、5泊とかしながら泊まり込みで活動をして単位がもらえるっていうようなものもあります、うん、他にも海外でのフィールドワークっていうことで、先生が例えば中央アジアで平和に関するフィールドワークを行うっていう研究をしているときに、その先生のまあアシスタントみたいな感じでついていって、一緒に仕事をして単位がもらえるっていうような授業もありますね。高校まででは教室の外に出るってことはあんま考えられなかったんですけれども、東大では特にキャンパスの中、まあ日本国内海外っていう感じでいろんなところが教室になるっていうところはすごい魅力的だと思います。じゃあ最後にお二人が考える東大の授業の魅力を教えてください。東大の授業は高校までのようにただ先生の授業を受けるだけではなくて、先ほど言ったように例えば実際に外に出て自分の学びたいことを探してみるだったりとか、あと大きな特徴としては企業の方が来て実際にプロジェクトに取り組んで一つのものを作り上げたりするというのが理系の授業では高校までと違ってとても面白い授業だと思います。今僕はやっぱ東京大学の一つの特徴として総合大学っていうところがあると思うんですね、まあ、総合大学っていうのは一つの大学の中に文系も理系もまあ細かく学部がたくさんあるっていう大学の形式のことなんですけれども、まあ総合大学であるがために、例えば教養学部っていう感じで文系の学部に入った後でも例えば理系の授業を受けることもできますし、例えばじゃあ機械工学とかやっても経済を受けることができたり、まあいろんな授業を受けられるっていうのも同時に、あと先生がまあいらっしゃるので、例えば興味があった時に自分の大学に聞ける先生が必ずいるっていうところは非常に大きいと思いますね。あと最初に挙げた外国語がとても盛んだということで、第二外国語は1年間なんですけれども、それは2年3年と続けることもできますし、第三外国語としてまた履修することもできるんですね。なので僕は中国語と韓国語をやってるんですけれども、まあ、東大では外国語を一生懸命頑張れば卒業するまでに英語に加えてプラス2言語話せるようになるっていうところが非常に魅力的なので、文理融合の総合大学っていう点と外国語がとても盛んであるっていう点は僕にとってすごい魅力的でいい大学だなというふうに思っています。じゃあというわけで、まあさすが東大っていう感じで、世界トップクラスの教授がすごい何泊も一緒に行ってくれたりとか、はい、なんか少人数の授業で添削してくれたりとかっていうのが、はいはい、まあさすがっていう感じだったと思います。じゃあ参考になったでしょうか。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。いかがだったかな？東京大学では教養を学ぶ前期課程と専門ごとの後期課程があることや、外国語の教育が盛んだということが分かったね。また、一つの大学に文系学部も理系学部も幅広く揃っている総合大学という特徴もあったね。大学のイメージが少し具体化されて、勉強へのやる気もアップしたんじゃないかな。今日のお話の中で気になったことや他の大学の授業についても自分で調べて、ぜひ志望校選びの参考にしてくれ。今日の授業が面白いと思った人は高評価とチャンネル登録をよろしくな。他
他にも合格サプリではウェブや公式 LINE で受験に役立つ情報を発信しているから勉強の参考にしてくれ。それじゃあまた次の授業で会おう。